もちろん私は一票たりとも入れたことはありません。 YouTube では名前を言ってはいけないあの国による工作活動が結実、まあ、実っちゃったのかなと思われる事案を確認しました。それは前沖縄県知事故翁長雄志さんの県民葬、故翁長雄志さんを偲ぶ、我らが安倍晋三首相のご挨拶を菅官房長官が名代として駆けつけ代読していると、嘘つき帰れと怒声というかヤジが飛びました。このヤジを飛ばした方がおっ工作員とは思いません。しかしこういった誤葬儀という場でヤジを飛ばす空気を作った何かが、誰かがそこにいると見ています。そしてツイッター上ではこのヤジ怒声に対して激しい批判の声が寄せられていました。その怒声を沖縄県民全体に当てはめてしまう声もありました。一方で朝日新聞など、画面向かってこちら側の方たちはこのヤジや怒声に対して好意的、あの髪型がくるくるしている脳科学者を名乗る、茂木健一郎さん、こうツイートしております。今回菅官房長官へのお声掛けについて礼儀に反する不謹慎だといった反応があるが、これほど物事の本質を外した論はない。社会的変化は礼儀だとかそういうことを取っ払った感情のやり取りによってしか生まれない。アメリカ公民権運動の歴史を見よ、日本における礼儀は単なる思考停止である。社会的変化というのはテクノロジーによっても訪れますし、自然環境の変化によっても訪れる。感情だけで社会的変化なんかが起こるわけがない。むしろ感情のやり取りを優先した社会的変化っていうのは混乱を招く。もしかしたら、茂木健一郎的脳科学的には感情によってのみ社会的変化が訪れるとするのかもしれませんが、多分ですよ、多分茂木さん、それね、あなたの妄想です。またこの茂木健一郎さん、菅官房長官へのお声掛けなんつってんですけど、ヤジと怒声をお声掛けっていう時点で脳科学というよりも茂木健一郎さんには常識というものがナッシングなのかもしれません。ご葬儀の場で参列していただいた方に帰れとか嘘つきで、ね、こういった怒声を浴びせる行為は我々普通の日本人の感覚としてはありえないことです。100歩譲って会場に入る前、あるいは空港に着いた菅官房長官に何がしかの声をかけるならばまだわかります。ところがこれはご葬儀の場です。翁長さんの死を悼む人たちが集まっている場で、安らかな鎮魂を目指す場で、かだ卒業っていうのはやはり日本人の感覚的に違和感を覚える。さらに沖縄というのはとても人の死を悼む場所で、ご先祖様はもちろんながら琉球新報、沖縄タイムズという地元2紙が未だに食いつないで嫌がるのは、沖縄の新聞にはお悔やみ欄という、まあ、お悔やみのページがあってですね、豊見城の照屋さんの告別式が何時にあるさみたいな情報が詰め込まれています。我々都会に住んでいるとうっかり知人の訃報に触れることができずに、まあ、失礼してしまうこともありますが、まあ、後日でもね、まあ、フォローアップはできなくはない。ところが沖縄ではこのご葬儀を知らない、ご葬儀に駆けつけないということはとても失礼なことにあたるそうなんですよ。まあ、それぐらい人の死について、人の死を悼む土地柄で、ご葬儀の場で帰れとかね、怒声を浴びせるというのは沖縄県民としても信じられないという声はツイッター上でもたくさん上がっています。するとやはりこうした日本人としても沖縄県民としても違和感のある行為をやってもいいんだという空気を作り出している何か、誰か、どこかがいるというのが私の見立て。そしてこれは中国が得意とするあの36景逃げるにしかずドローンでございのね、あの兵法36景にある反感の景かと思われます。
敵の内部に嘘情報を流して疑心暗鬼にさせて潰し合いをさせる。今回の尾長隆さんの県民葬におけるヤジや怒声、この映像あるいはニュースを見た沖縄県民以外の方が、沖縄県の人ってこんな人たちなのって、実際ツイッター上ではそう思っちゃってる人を確認しています。もちろんそんなことないんですよ、ないんですが、あの映像とニュースだけを見たらそう思う人も現れてしまう。そして沖縄県と沖縄県以外が相互に不信感を持つ。これによってお互いの感情がよりもつれにもつれた時に喜ぶのは誰か。中国ははっきりと尖閣諸島だけではなく沖縄県も自分たちのものだと、沖縄県は中国だという主張を始めております。沖縄県と沖縄県以外が仲違いして万が一のことが起こった時に喜ぶのは、 YouTube で名前を言ってはいけない、批判をしてはいけないあの国、そして泣くのは沖縄県民、ウイグル、チベットで起こっている民族弾圧、大量虐殺、あるいは民主制の否定、共産党による一党独裁の強化。泣くのは沖縄県民。沖縄県民ということは、つまり我々日本人が泣くんです。同じ文脈で、先の沖縄県知事選挙で玉城デニーさんが勝利しました。その結果について、ツイッター民の中には、沖縄には失望したよと、ざっくりと言うと、沖縄のバーカバーカバーカみたいなことを言う人がいるんですが、それは絶対ダメ。たとえ一票差でも結果が出るのが選挙で、その選挙結果が今回は玉城デニーさんになったんであって、沖縄県民すべてが一人残らず玉城デニーさんを支援していた、支持していたわけではないんです。そしてこれは声を大にしていたい。選ばれた知事によってそこの県民、市民、区民が全員もろ手を挙げて慢性をしているわけじゃないんです。いいですか、私こう見えても東京都民なんですよ。うちの知事ね、あの緑の小池さんなんですよ。さらに我が東京都で言えば山本太郎さんとか蓮舫さんとか、もうね、本当ごめんなさい。もちろん私は一票たりとも入れたことはありませんけれど、選挙という仕組みの中で自分が望まない人物が選ばれてしまうこともある。そしてうっかり間違えて投票してしまう人もいる。制度が抱えているエラーであって、しかしこれ以上の制度が今のところはないんです。沖縄県知事選挙にしろ、そして県民葬にしろ、YouTube では名前を言ってはいけないあの国の工作活動は確実に浸透して効いていると私は見ています。そして沖縄県を特別視して、ある種の負の感情で見てしまうことは、名前を言ってはいけない、あの国の目論み通りになってしまう。今私の頭の中にはこんなセリフがリフレインされています。やじった人のことは嫌いになっても沖縄県のことは嫌いにならないでください。前田敦子かって。いずれにしろ同じ日本人同士で負の感情を持ち合うことは、 YouTube で名前を言ってはいけない中国、中国の、あるいは日本を敵視している国の利益になるということを我々日本人は共有しなければならない季節にやってきたなと、思いを新たにする今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回も最後にワンコのコーナーでお別れです。完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる。あの病気だってあなたに会えたから。